ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議は第二次世界大戦中のユーゴスラビア人民解放戦争において各地で反ファシスト闘争を進め臨時的な統治機構の役割を担うとされた初期間を統括する機関である。数軸国支配下のユーゴスラビアのパルチザンの解放区にて1942年11月26日に設立された会議は ユーゴスラビアにおける数軸国、ファシスト勢力との戦いを担う抵抗勢力の政治的指導部としての役割を果たした。1943年に第2回会合が開かれたボスニア・ヘルツェゴビナの刃井にある建物。2005年撮影1941年4月17日にユーゴスラビア王国軍が降伏した後、同国はナチスドイツ、イタリア王国。 ブルガリア王国、ハンガリー王国、そしてファシスト勢力の傀来国家であるクロアチア独立国、アルバニア王国、セルビア旧国政府によって分割された。ファシスト勢力による占領に反対する人々は、レジスタンス運動を立ち上げ、非合法とされながら、抵抗運動を続けたユーゴスラビア共産党は、次第に多くの人々から支持を得るようになり、 ユーゴスラビアにおけるレジスタンス運動の主軸を担うようになっていった。共産党は民族の別を超えてユーゴスラビア全域から参加者や支持を集めており、一つのユーゴスラビア、一つのユーゴスラビア人を施行していた。1942年11月26日、ユーゴスラビアパルチザンの指導者らは運動に政治的正当性を持たせることを目的とし、 ボスニア・ヘルツェゴビナ北西部のビハチにて、第1回の会合を召集した。パルチザンの指導者、ヨシップ・ブロズキ島の下、共産党員も非共産党員も含むユーゴスラビアのパルチザンの代表者らが集い、以下のことを支持すると宣言した。1943年1月、ドイツ軍はパルチザン運動の指導部とパルチザンの病院を破壊し、ユーゴスラビアにおける、 支配地域を拡大することを目的として、4回目となる大規模な反パルチザン構成を始めた。数で敵に劣るパルチザンは、チェトニックやウスタシャ、ドイツ国防軍やイタリア王国軍との戦いを続け、ネレトバの戦いで敵の追跡を振り切るまで退却を強いられた。戦略的退却や人的、物的損失にもかかわらず、 共産党中央委員会は無事であり、病院の安全も守られ、パルチザンは反ファシスト闘争を続けることができた。ファシスト勢力の主要な戦略目標は失敗に終わった。5月にはドイツ、イタリア、ブルガリア、クロアチアの部隊がボスニア南東部のスティエスカ川近くで5回目の対パルチザン集中攻撃にある地頭の司令部を襲撃し、あわや捕獲されそうになった。 ティトーはイタリアに脱出し、アドリア海に浮かぶビス島に新しい司令部を設立した。イギリスはパルチザンへの全面支援を始めてからは、ティトーと国王ペタル2世の信頼回復のために努めた。国王はユーゴスラビア国外に泊まることに同意し、9月にはすべてのユーゴスラビア人にパルチザンへの交流を命じた。ありがとうございます。